続いてはアクティブシニア道です。伊豆市戸井にやってきました。この町にちょっと珍しいペンションがあるそうなんです。そのペンションというのがこちらのラ・ポサーダ。メキシコの言葉で宿を意味するそうです。こちらがオーナーご夫妻の山田さん、山口さん。このラ・ポサーダを始めて11年が過ぎました。のは何をされてたんですか？メキシコで柔道の先生をやってました。そうなんです。山口さんはオリンピックの強化選手に選ばれるほどの柔道家だったのです。そんなご主人が奥様と営むメキシコ料理が自慢のペンション。第二の人生を突き進むお二人の今をご紹介します。ということで今回はこちらですよ、ね、ペンションの主はメキシコ帰りの柔道家。取材しに行って、はい、名前間違えてたらダメだった。山口さん、はい、ちょっと気になるタイトルじゃないですか、うん、そうやね、はい、ペンションメキシコ柔道とここつながらない感じがしますけどね、はい、で今回の主役こちらの方なんです、うん、はい、山口智義さん、うん、68歳の方なんですけどね。そして奥様の美智子さん、うん、この山口さんが柔道家でいらっしゃるんですが、はい、すごい経歴をお持ちなんです。こちらご覧いただきましょう、はい、まず1938年に旧戸井町にお生まれになりまして、小学5年生から柔道を始められました、うん、そして、沼津商業高校時代には国体に3年連続で出場。それもすごい。すごいでしょ。すごいね。さらに大学時代は全日本学生柔道大会団体優勝、優勝されています。そしてその後に大手の広告代理店に入社されたんですが、その間、うん、東京オリンピック強化指定選手にも指定されているという。山口さんどなた、これは、山口さんはですね、こちらの方です。じゃあね、うん、はい、さあすごい経歴をお持ちの方なんですが、どうしてメキシコとつながっているのか、うん、はい、そのあたりからまず聞いてまいりました。まず山口さんとメキシコのつながりってどこからなんですか？東京オリンピックの強化指定選手になってまして、一生懸命やったんですけど、練習やりすぎて過労になりまして、病気になって選手生活をちょっと中断した時、はい、どなたかの推薦でメキシコに1年間行ってくれないかっていう話が来まして、何を間違えたか知りませんけど、そのまま23年間残っちゃったんです。病気のため東京オリンピックを断念した山口さんは、1964年3月、たった一人で未知の国メキシコに旅立ちました。メキシコに渡ってからの山口さんは、多くのメキシコ人に柔道の面白さを教えます。当初1年だった予定も1年また1年と過ぎまして、3年目には美智子さんと現地で結婚。やがて迎えた1968年、この年メキシコオリンピックが開催されたんですが、残念ながら柔道競技は実施されなかったんです。それでも4年後のミュンヘンには3人、そしてその後のモントリオールにも1人と、2度のオリンピックにメキシコチームのコーチとして参加。もはやメキシコの柔道界にとって山口さんはなくてはならない存在となったんです。モントリオールオリンピックの後メキシコに帰ってきまして、僕は一言、やっぱり強い選手を作るのにはやっぱり子供、小さい子供から教えなきゃいかんな、じゃあそれにはやっぱり道場が欲しいなって一言話したら、すぐそれを聞いた人は、先生それじゃあ道場を作りましょう、2ヶ月後に90条の山口道場をポイント作ってくれたんです。メキシコで初めてのですね、下にスプリング入りのですね、の道場を作ったんですよ。メキシコの柔道を引っ張ってきた山口さんでしたが、1987年1月ついに日本に帰る決意をします。地震の後に治安が悪くなったので、でいろいろと周りで日本一に輝き、さらに東京オリンピックの強化選手にも選ばれましたが、病気で挫折。その後メキシコのナショナルコーチに任命されメキシコへ。会社を辞め日本に帰ることなく23歳。この日ペンションでは
新しいチャレンジをするということで知り合いを呼ぶことにしました。椎茸多分初めて作るんです。コーン乗せた方がいい。山口さんご夫妻が考えた秘策とは宅配ピザ。実はこの町には宅配ピザ屋さんがない。さらには新たな資本がいらないから少ないリスクでやれるはず。借金返済の起死回生の策になるかもしれない。まず肝心なのは味で、今夜は試食会。さあこんばんは。あこんばんは。ピザを始めて、はい、おお、地元で採れた食材をふんだんに使ったピザができましたぞ。試食してくれるのは柔道関係者。味が良ければまず技あり。薄ですね。ご主人、みんなの意見が気になりますな。美味しいですよ。美味しいです。おかわり。そうですよね。そうでしょうね。感触はバッチリ。あとはどうやって町の人たちに広めていくか。これがうまく広がったら一本勝ちですよ。翌日、東京に住む長男に頼んでおいた宅配メニューが届きました。パソコンで作ってくれたんですって。さあ次はこのメニューを旅館や会社に配る。気合が入るね、こういう時って。山口さん、勝負師の顔になってるよ。富は大型のホテル旅館が34軒、民宿は58軒、同業者のペンションも6軒ある。やりがいがあるね。どうもこんにちは。ペンションの小沢ですが、今回宅配のピザとテイクアウトを始めましたから、ぜひご利用していただきたいんですが、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。こういう形で、はい、今どれぐらいで30分ぐらいで、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ふるさとに帰ってきて、町の人たちにお願いをしながら改めて思う。ふるさとの人の優しさを。ピサの宅配とテイクアウトが始まりますから、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。二つのふるさと。一つは日本。一つは地球の裏側、メキシコ。ふるさとは人に様々なものを与えてくれる、教えてくれる。出し惜しみすることもなく、思い出を、知恵を、生き方を、そして人々との交わり方を。山口さん、二つのふるさとから与えられ教えられたものをこの問いの町で結びつけた。日本とメキシコの時差は15時間。海は広いね。地球は大きいね。山口さん、やったね。だけどお店ちょっと小さいね。さあ楽園寿司、なんちゃん生まれはどこっつったかな。最近忘れっぽくてよ。もう吉祥寺ですってば。土井町の共同浴場は4つあり、すべてが温泉。ちなみにこちら、クスの湯はリュウマチ、痛風に効果があるようですよ。そしてペンション、ラ・ポサーダはスペイン語で宿という意味。一度訪れたら忘れられない宿。ホットなメキシコ料理をぜひ堪能してみてください。イカリアさん、お忘れなく。この番組はドライブユアドリームズ、トヨタ自動車の提供でお送りしました。次回は山口県湯田温泉が舞台。
仲間たちのために寝泊まりができる居酒屋を作った男の話。よーし、行くぞ。私が生きている